はい、どうもシアンです。フィギュアディテクト続きからやっていきますよ。で、今回からちょっとマイクの位置を変えたので、なんか声の聞こえ方違ったら教えてください。で、声もちょっとトーン下げてます。最近喉がやられちゃう時が多いんで、はい、なんか違和感あったら教えてね。で、前回の続きでウサキが疑われている途中で終わってるよね。でさ、前回の動画のコメント欄見てて、あ、そうだったんだって思ったんだけどさ、そのウサキちゃんの能力の伏線っていうのがもう第一章からあったんだってさ。そのイリシーとウサキちゃんが証言言うときに、イリシーは私は何も聞こえないし見えてないって言ったんだよね。あのアイハとクドナが一緒に落ちたとき。でもウサキは聞こえたし見えて、見えたか、ショックで動けなくなってるアイハを見えたって言ってたんだってさ。わかんなかったよね。でもそこにもうすでにバランスの能力の伏線が張られてたんだっていう、感動した。推理ゲームってやっぱこれぐらいの難易度が一番面白いのかなって思ったよ。俺はまともに解けてなかったけどさ、やっぱ頭使う人はそういうのをわかるんだろうなって。今まで俺がやってきた推理ゲームがどれだけこうしっかりさ、なんだろうな、回収して回収していけばもう誰でも答えを導き出せますよっていう難易度だったんだってのが、こう、身に染みた。なんか日本語下手くそでごめんな。やっていこう。最初の冒頭1分喋っちゃったね。フィギュアディテクト。すごいね。もうちょっと、キャラの一つ一つの変化をしっかり見とかなきゃいけないよなって感じ。そもそも私は今回の事件の被害者ですのよ。あのお茶会で私も紅茶を飲んだでは、飲んだのはご存知ですわよね。その後紅茶を飲んだ皆さんと同じように苦しんだのでございますよ。あれが全て演技だったとおっしゃるのですか？確かに、もし嘘なら名演技すぎるぜ。ふむ、名演技の能力などあったか？私が死ぬ可能性もあった。そんなリスクをこの私が背負うとでも思いですか？これ時給でしょ、時給。これわかるよ。ウサキが死ぬ可能性もあったかな。あ、ほら、イリシー、これでしょ。もう絶対これ。はい、来た。もう余裕ですね。あ、でも次の事件に備えてしっかりこういう発言一つ一つ見とかなきゃいけない気がする。いえ、あなたにはまだ他にも劣化版オーバースペックがあるのよ。え？私のオーバースペック、時給ね。そうよ、イリシーの時給を持つウサキはあの毒でさえもある程度耐えることができたのよ。イリシーほどではなくとも、少なくともズズかネムが死ぬまでは持ったはずよ。一人死んだら二人目からは死なない、第一の殺人事件で学んだでしょ。な、それは、そう。お、諦めた。わかりましたわ。今までの議論はすべてできたかもしれないとして受け入れることとしましょう。あくまでできたかもですけれども。しかし一つ、できないことがありますわよ。なんだ？え？仮に私が犯人だったとします。ヤルヤさんが紅茶の準備をされている場面へ遡ってみましょう。そこまで。ん？食堂には私、シミュさん、イリシーさん、ズズさん、ネムさんが、そしてキッチンにはヤルヤさんがいらっしゃいました。お、この状況で皆さんの、特にヤルヤさんの目を盗んで毒薬を入れるだなんて、そのようなことできると思いですか？でもそれヤルヤが単純にミスったとかそういうオチだったり違うかな。確かにそれはほんの数秒とはいえ、ヤルヤの目を盗んで毒薬を仕込むのは、困難かも。それは、どうした？できたかもしれない。え、あたいおちょこちょいで節穴だからさ、そのくらい朝飯前だったかもしれないぜ。いえ、それはさすがにそのヒゲしすぎじゃないかしら。うむ、我もそう思う。ははは、いや、いいんだよ。あたいがバカなせいで毒を入れる隙を作っちまったんだよ、きっと。そしてネムが死んじまったんだ。代わりにあたいが死ねばよかったのに、そんなこと言うなよ。やるや、な、そんなこと。可能性はあり得るぜ。なんたって、あたいはドジなんだからな。自分ではっきり言った。そんな、お待ちになって。皆様は大切なことを忘れではございませんか？え、なんだっけ？忘れてないわよ。ヤルヤも犯人候補だってことでしょ。あ、よかった。ええー、ウサキのはあくまで、ライラが毒のことを話していない過程で成り立つの。でも、ライラが毒のことを話した場合だと、あなたも容疑者になり得るのよ。そうか、ヤルヤ殿の容疑を晴らしたわけではなかったな。そんな、どうしたらいい？そんなことよりイリシーは、結局どっちの味方なのか気になるライラなのであった。私は、無理をするな。あとは我々に任せておけばよい。
行くか、決めるか。もうウサキって確定でいいでしょ、これ。ウサキが犯人だって決定的な証拠はあるかしら。お？あ、汚れがついてるってこと？あれ？なんで、また手が汚れてるの？雑貨室で毒を探してた時も、こんな風に汚れてたわよね。でも、あの後ちゃんと洗ったんだけど。は？どうされましたの？ねえ、ウサキ、手を見せてくれない？手ですか？どうぞ。ああ、ダメだね。さすがに綺麗にしてるわよね。手相占いでもするのか？おい、やるや。何ボケてんだ。多分、ウサキの手も汚れてたんじゃないかしら。でも、すでに手洗い済み。だけどね、ウサキが毒瓶を持ち出したなら、常に手に持つわけにもいかないはず。ああ、服に隠してたとか？ずっと手に持ってたら、食堂でみんなに怪しまれてしまうもの。これは賭けだけど、この短時間で、さすがにあそこは洗うわけにもいかないでしょ。ウサキ、え？確認させてほしいところがあるの。服、絶対服。上半身かな？ネクタイ、手、服じゃない？あ、ほら、中赤い。違うかな？下半身。スカート。あ、ちょ、まだまだ勝手に行かないで、上半身、服。これでしょ、もう絶対。ほら、やっぱり。どうなる？シャツのポケット。え？みんな、私の手を見て。あたい手相占いかな？かんだ。あて、手相占いなんかできねえぞ。やるや、いい加減にしろ。って、なんか汚れてるぞ。ええ、これは毒瓶のラベルに描かれたクレヨンが写ったものよ。え？もしも、ウサキが毒瓶を持ち出したなら、ずっと手に持つわけにもいかないはず。さすがに我らに怪しまれるな。一時的にでも、体のどこかへ隠してたはずなのよ。え？来たね、これ。私とイリシーさんは、芸術室でお裁縫をしていたのです。珍しいわね。やるやがするのはよく見かけるけど。ああ、あったな、こんな会話。お裁縫も淑女のたしなみですわ。私はこのシャツのポケットの修繕をしておりましたのよ。これ毒瓶隠すためにやってたってこと？もしかして。いや違うか。どうなんだ？私は熊のぬいぐるみを作ろうと思って、ウサキに修繕のついでに教えてもらってたのよ。あなたのカーディガンにはポケットがないけど、下のシャツにはポケットがある。私の推理が正しければ、あなたはそこに毒瓶を隠したはずなのよ。私の手のようにポケットがクレヨンで汚れていたら、ウサキが毒瓶を持ち出してネームを殺した何よりの証拠になるの。これが私の最終結論よ。どうなの？シャツのポケット。ああ、案の定。クレヨン。ああ。マジ、ライラなんでクレヨンで書いたしな。そこボールペンとかね、油性系で書いてくれれば映らなかったのにな。お、2400コイン入手。やったぜ。セーブ。ウサキ外出たがってたもんな。全部が嘘だったって分かったら、そら外の世界行きたいって思うもん。俺も絶対思う。メイカ、回答よ。犯人は、ウサキ。正解は、ウサキです。おめでとうございます。市民の勝利です。お見事。私の、負け？ねえ、は？犯人は分かったんだし、途中退出してもいいわよね。あ、見てかないのか。別にいいけど、処刑見ないの？あはぁ、イリジー。どうしてなのよ。だって、あなたは。それに私は、ライラさんが魔法使いという考えを捨てたわけではございません。もし彼女が魔法使いなら、殺人を犯した方はただの犯罪者ですわ。そうだよ。真偽はともかく、魔法使い説を信じていたんでしょ？ええ、そうですわよ。そして今もなお、魔法使い説を信じておりますわ。ということ？生き返らせてもらえるとか、そうやって思ってるってこと？え？さればその異端の能力をどう説明するのだ？これはライラさんが魔法の力で付与させたのです。イリシーと同じ考えだわ。でもよ、その説じゃ、もしこっから脱出できても殺人犯として捕まるじゃねえか。それは大丈夫ですわ。私のお父様の力があれば、そんなものいくらでもねじ曲げられるのです。もうなんか辛くない？この会話。しんどいんだけど。だからお父さんいないんだってば。もうやめてあげて、本当に。お黙りなさい。私はここがゲーム世界だなと信じませんわよ。お父様お母様は実在します。この家族愛は決して偽物などではございません。いや、ほんと苦しい。何これ。私は最後まで誇り高くありますわ。はあ、純粋というか、哀れというか、人殺しといて誇りも何もないってか、誇りってか、バカにしてる。それはもともとお主のせいであろう。まあいっか、こうやってゲームを盛り上げてくれたんだし。
それでは皆さんお待ちかね、処刑小説のお時間です。デスノベルだ。デスノベル開始。で、小説、デスノベルに従い、敗北者ウサキの処刑を行います。うわぁ、悲しすぎね、これ。ウサキがさ、懸命にずっとそれは嘘だって言い続けてさ、なんかな、紅茶の海に溺れて、あ、ちょっと可愛い。椅子に縛り付けられたウサキ。隣には紅茶の入ったカップが置いてある。飲めということだろうか。しかし縛られたウサキはそれを手に取ることができない。その時、突然カップが伸びた。なんとカップだと思われたそれはホースの先端だったのだ。どういうこと？いやー、こんな、ブックブクなるやん。先端を鼻と口に押さえつけられ大量の紅茶が注ぎ込まれる。もがき苦しむウサキ。しかしどうすることもできない。さあ、そろそろ頃合いかな。いやー、なんかむごい。ウサキは紅茶によって溺死してしまいましたとさ。この顔が真っ黒になるのがさ、ちょっと怖いよね。なんかゾッとする。あ、いなくなっちゃった。イリシーはイリシーなりに、こう、ウサキの気持ちがわかるから見てられなかったとか、そういう理由なのかな。どうなんだろうな。まあ、本当はウサちゃんにはイリシーの時給があるから、こんなに早く溺死するわけないんだけど、死ぬまでずっと見てるのもあれだし、デスノベルによって強制的に溺死判定になったんだよ。なんだそれ。あ、ほら、もう目死んでるし。騙されねえぞ。これは全部夢なんだ。あははは。いや、やるやまで狂い出したぞ。なあ、もう十分だよ。そろそろ目を覚まさせてくれよ。夢じゃないよ。あ、騙されねえぜ。お前が夢の精霊かなんかなんだろ。あたいに何の恨みがあるのか知らねえが、そろそろあたいを解放してくれよ。やばい。やるや殿、大丈夫か？やるやのことも心配だけど。ごめん、ズズ。私、イリシーのことが気になるの。ここは我に任せて行ってくるのだ。あ、ネムのそばにいたかったのか。ネム、守ってあげられなくて、ごめんね。すぐ会いに行きたいけど、その前に私は、やらなきゃいけないことがあるの。わあ、かっこよ。生き残ったみんなを助けなきゃ。だから、会いに行くのはもう少し先になりそう。それまで寂しいとは思うけど、待っててね。みんなを助けたら、必ず会いに行くから。うわ。すごいジンときたんだけど、今。イリシーかっこよすぎでしょ。なんか、ゲームをやっていくたびにキャラがだんだん好きになっていくね、このゲーム。感情移入していく。シミュ、ありがとうね。おかげで真犯人を見つけることができた。ヤルヤが犯人だと決めつけるなんて、私はもっと冷静にならなきゃいけなかったわ。それは仕方ないわよ。言っちゃった。ちょっと冷静になりに行ったんかな。ここで何をしてたのか聞かない方が良さそうね。お？まさか毒瓶持ってったりしてねえだろうな。大丈夫だった。こんなもの。私は固形物の毒ごと瓶を洗い、毒入り紅茶のポットとカップもきれいに洗った。もう二度とこんな悲劇が起きないように。あれ、イリシーは？大丈夫か？はあ、やっと解放されたよ。多分自分の部屋帰っただけだろう。いや、やばいんじゃない？これ大丈夫か？でも残ってるこのメンバーで殺し合いなんか後起きんのかって感じだけど。で、またうちを捕まえる気？どうする、シミュ殿。なんかもう意味ないっていうか、あなたを捕まえたところで何もならない気がしてきたわ。あ、優しいな、キャンディー食べる。いらんわ。いらないわよ。そっか。言っちゃった。はあ。たったの4人になってしまった。クドナ、アイハ、ネム、ウサキ。いやー、このメンバーでもう殺人起きたら誰疑えばいいの状態だよな。でもズズはなんか、ずっといいやつだからな。殺すのかな、本当に。楽しいコーナーが始まった。はい、ライラでーす。ここがゲームの世界ってことは知ってます。でもひょっとすると、シメタマの元いた世界もゲーム世界なんじゃないかって思うんです。シメタマの世界もその外の世界の制作者が作ったゲーム世界で、怖い。もうそういう話やめて。その制作者の世界もまたさらに外の世界の制作者が作ったゲーム世界で、なんかわけわかんなくなってく。さらにその世界もまた。ってループしちゃうからここでやめとくね。つまりうちが言いたいのはさ、どこがオリジナルの世界なのか誰もわからないんじゃないかってこと。ライラでした。まさか俺も別の外の世界の人に操られてんのかな。でもなんかそういう説ってたまに置いたくなるよね。俺も考えたことある。君はどの世界の人ですか？
ちょっと、その意味深なこと言わないでよ。なんか、不安になっちゃうじゃんね。色？第三事件。ん？もう無理。誰だ？お、自由時間。よし、じゃあ自由に、誰かのとこ行こうかな。そういえばコイン余ってるけど、全然使ってないね。なんかプレゼントできるとかって書いてあったけど、自販機に売ってるのがさ、あれもしかしてなんか別の場所に自販機あんのかな？購入する。精神安定そうだけだよな。なんかプレゼントできるって会話あったよね、確か。なかったっけ？なんかちょっと自信なくなってきちゃった。こっちは誰かいる？あ、ズズがいる。何してんの？無言。しない。腕立て伏せでもするか？そうね、ちょっとは気が晴れるかも。マジ？あ、自由時間終了しちゃったよ。腕立て伏せで自由時間終了しちゃった。夜。お風呂入り行くかな。4人になってからというもの一人で過ごすことが多くなったわね。なんかこう、気晴らしになることがないかしら。何でもいいわ。気持ちさえ落ち着けば何でもいいの。あんまり興味ないけど、また裁縫でもしてみようかしら。裁縫といえば芸術室よね。行くの？じゃあ行くか。お？あ、びっくりした。なんか止まったからいるのかと思った。あれ？勝手に来た。おわっと？これやばいんじゃない？芸術室の方でとんでもなく大きな音が聞こえた。何今の音？ん？あ、やるや。何やってんのそんなとこで。怖いんだけど、そんな隅っこにいるのが。え？そこには、お？へこんで中身が飛び散った黄色のペンキ缶があった。何これ？あー、おらおら、どうしたやるや。びく。いや、怖いよね。ゾッとするよね。シミュ、なんでここに？なんだ、やるやか。私はペンキ缶に夢中で、やるやに気づいていなかった。まあ、そんな隅っこにいたら気づかないよね。どうしたのよ。びっくりしたじゃない。ふと気づくと、え、やるやは金属バットを持っていた。そのバットでペンキ缶を壊したの？そうだぜ。え、どうしてそんなことしたの？え、そりゃあむしゃくしゃしてだな。やばいやばい。このバットってどのくらいの威力あるんだろうって。もうこれ完全にやらかしそうじゃん、この子。別にいいけど、何もペンキ缶じゃなくていいじゃない。部屋が汚れてしまったわよ。すまね。てっきり乾パンの缶かと。何言ってるのこの子。乾パンでもダメよ。だよな。どうしちゃったのやるや。あんまりにも死に滅裂すぎて何が何だかわからなくなってきた。大丈夫？ああ、大丈夫だぜ。何か悩みあるんじゃない？相談に乗るわよ。いや、ないぜ。ありがとな。そんなわけないじゃない。そしてまた気づく。あら？その浴衣、ズズのじゃない？あ、本当だ、紫だ。もうめちゃくちゃじゃん、やってることが。胸の模様が紫色よ。確かその色はズズのはず。間違えてるわよ。ふわ。その、いちいち叫ぶのやめて、びっくりしちゃうから。そうだな、すまねえ。だな。うん。すまん、なんか恥ずかしくなってきた。一人にしてくれ。え、こんな状態のあなたを放っておけないわよ。シミも優しいよな。俺多分、怖くて逃げちゃうかもしれない、この状況。頼む、一生のお願いだ。意味がよくわからないんだけど。わからなくていいんだ。今日はあたいを一人にしといてくれ。な、頼むよ。絶対殺人を犯す感じじゃないの、これ。わかったわよ。でも、ペンキはちゃんと拭き取ってってね。おう。本当に一人にすんの？どうしよう。芸術室には入れないし。はあ。実質に戻ろ。結局そうなったのね。お、イリシ。あら、イリシ、どこへ行くの？いや、ダメ。ヤルヤに呼ばれたのよ。ヤルヤに？夜に芸術室に来るように、とね。ダメでしょ。どうしたの？なんというか、今日のヤルヤ少し疲れてるみたいだから、優しくしてあげてね。ん？いや、行かせちゃダメでしょ。あれ絶対行かせちゃダメだよ。嘘。シミュー？はあ、どうしよう。何しよう。このままじゃ私、おかしくなっちゃいそう。いや、ほら、案の定。シミュー、早く開けて、早く。その声はイリシー。もう今日はやけにビクつく日ね。よかった、イリシーが来たのか。てっきりイリシー死んだかと思った、俺。はい、行くよ。どうしたの？どうしたの？とにかく芸術室に来て。え？ちょっと。まさかヤリアが？
そこには今までで一番衝撃的な出来事が待っていた。あ、やるやだこれ絶対。そこで私が目にしたのは、いやもう、え、なんか服脱がされてね、しかも。いや、え、顔面殴った？いや、壁にめり込んだ？自殺か？え、シミが遺体を発見しました。探偵フェーズへ移行します。もう衝撃的すぎて、え、なんかそんなとこにいたの？あちゃ見事に撲殺されてるね。ズズ殿を探してきてあげよっか。せっかくだからズズ殿を呼んできます。え、イリシーが犯人ってわけじゃ、いやいや疑ってるイリシーよ。なんで殺したの？イリシーは絶対しない。え、私じゃないわよ。え、私が芸術室に入った時はすでにこうなってたのよ。そう、じゃあズズが犯人なのね。いやいやいや、ズズもこんなことしない。残ってる人間が絶対やるわけないもんな。これ多分自殺なんだろうけどな。絶対そんな気がしたい、その気がしたいって何事だ。これはズズ殺したわね。違う、我ではない、我ではないぞ。私が殺したいって言いたいのね。む、いいな、決してそういうわけでは、そういうわけではないのだが、まあそうなるよな。もうしょうがないよね、やってないのに疑われたらそうなっちゃうよね。うちが呼びに行った時ズズ殿は風呂場にいたよ。その通りだ、我は今まで風呂に入っていてだな。ああ、だから浴衣があったわけか。で、やるやわその浴衣を持ってっちゃった。となるとそれは証明できんじゃね。じゃあなんで浴衣じゃないのよ。それは我の浴衣が見当たらず、仕方なくこの服を。やるや、やるや、やだ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 、そんな、やるや、いや、いやもうシミもおかしくなってきて。落ち着いてシミ、落ち着くのだシミ殿。待ってよ、やめてよ。あなたたちのどちらかが犯人なんでしょう。気持ち悪いわよ、犯人に慰められるなんて。うえへ、ごめんなさい。あなたたちはお互いにどちらが犯人でどちらが無実なのか分かっているのよね。二人しかいないから。いや、無実の方には悪いけど、食堂で待機しててくれない？私にはどちらが無実かなんてまだ分からないんだから。分かったわ、今は何を言っても無駄みたいだから。そのようだな、分かった。お互いがお互いを見張る、それでいいわね。うむ。いやー、はい、ライナーも二人を監視しといてあげます。相変わらずお気楽だなお前は。だからシミ玉は安心して推理に励んでね。やるや、まさかあなたが殺されるなんて。私の唯一無二の親友のやるやが死んだ。やらなくちゃ。悲しいけど私がやらなきゃ仇が取れない。でも、いやいや頑張れシミュ、めげんな。いや、めげるわ。おーい。え、あーもうそっか、調査もできないであれか、止まっちゃってたんか。おい、シメ玉。もう早く推理してよ、探偵フェイズだよ。うるさい。キャンディーあげる。なんでやねん。ふざけないで。結構調べるのがある。じゃ、一個一個見てく。まずやるやから見てく。なんか上の方の壁にさ、めり込んだような跡があるんだよな。個人的な推理だけど、自分のジャンプの能力っていうの、脚力使って、ボーンって壁蹴ってそのまま突っ込んだのかなって思うんだけど。どうなんだろう。陥没してる。顔が陥没してて、元が顔だとわからないくらいぐちゃぐちゃになってるわ。むごい。死ぬ直前のヤルヤはどんな表情をしていたのかしら。一体どっちがこんなひどいことを。待っててね、ヤルヤ。必ず犯人を突き止めるわ。そういえばどうしてカーテンなんか着てるの？え、さっきまで浴衣を着てたわよね。それと、ヤルヤの後ろにある壁。へこんではいるけど、血がほとんどついていないわ。覚えてておいた方が良さそうね。何があったのやるや。痛い、へこんだ壁を発見した。へこんだ壁で血はついてないって言ってるから、カーテンをそこに。え、でもなんかカーテン巻いてあったような体に。え、じゃあ自殺じゃないのかな。あ、やばい、わかんない。やっぱ推理しようとすると、もう迷走する。これは、脱いでるね、わざわざ。胸のマークが紫色、つまりズズの服だわ。でも私は覚えてる。さっきまでヤルヤがこれを着ていたわ。黄色のペンキもついてるし。ペンキで汚れた浴衣を発見した。あ？めっちゃ曲がってるけど。これはバット。黄色のペンキがついてるってことは、さっきヤルヤが持ってたバットね。
それにしても何で曲がってるの？あの時はちゃんとまっすぐしてたわよね。いや、全然わからん。これは？あ、この浴衣血がついてるわ。一体誰の浴衣？シミュ。え、シミじゃないこの色は。え、でもなんでこんな血ついてんの？誰かの犯行なのか。て、え、胸のマークが白色ってことは、クダの、間違えた、クドナの浴衣だわ。まさかの？どうしてクドナの浴衣が血だらけでここにあるの？クドナは死んだはずよね。え？誰か生きてる説？それはないだろう。え、だってクドナの能力ってしかも、ただの目でしょ？ただのって言い方があれだけど。待って。目だよな。やば。わかんなくなってきた。まずいよ。黄色のペンキさっき来た時と同じ状態だわ。少しだけどこの辺りの床にも血がついてる。一体ここで何があったの？破壊されたペンキ缶を発見した。自殺の線を追ったのに自殺すらもなんか違う気がしてくるこれだと。背中側も一部損傷している。待って。顔面陥没で原形をとどめていない。背中側も一部損傷しているが、顔面陥没が致命傷のようだ。カーテンを着ている。着ているんだもんね。わざわざ着てるっていうのがよくわかんないよな。へこんだ壁。遺体の背後にある壁が大きくへこんでいた。ただし血はほとんどついていない。曲がったバット。金属製のバット、事件前やり屋が黄色のペンキで汚した。やり屋所持時はまっすぐしていたが今は曲がっている。これが曲がってる理由もよくわかんねえしな。破壊されたペンキ缶。ヤリアがバットで破壊し中身が飛び散った。まあ、これは見てたもんな。血まみれの浴衣、そう、浴衣が2つあんのもよくわかんねえよな。所有者はクドナ。だから犯人は、殺した後に、浴衣を着替えた。いや、でも2個あるんだもんな。わざわざヤリアの脱がして、カーテン着せる意味もわかんねえしな。わかんねえ。とりあえず窓行くか。カーテンがなくなっているわ。さっきヤリアと会った時は確かにあったはずだし、一体どういうことなのかしら。なんだろう。一定時間が経過しました。討論フェーズを開始したいと思います。待って、まだ考えるわ。了解しました。準備ができ次第。みんなわかった？また迷走したよ。前回のあれで学んだと思ったのにまた迷走しだしたんだけど。まあ、一回やってみるか。討論フェーズ開始。正答確率は 50% か。今のそれは俺の進行度っていうかミスの数？どうなんだろう。